自民党の安全保障調査会が、国家安全保障戦略 NSS などの戦略3文書の改定に向けた提言案の中で、防衛予算を国内総生産 GDP 比を北大西洋上条約機構 NATO が各加盟国に求めている、2% に合わせて同等かそれ以上とすることを、5年以内と明記する方向で調整していることが明らかになっているよ。それについて、自民党では5年以内としている期日をさらに早期実現を目指す姿勢と強めていることも明らかになっているらしいな。ウクライナのこともあるし、世界は軍拡ムードにあることも確かだよね。日本も明日は我が身と思って動かないと。手遅れだったなんて笑えないもんね。さて今回は、防衛費の5兆円増額で自衛隊が購入すべきなのはトマホークなのか、ということに焦点を当てて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省における防衛予算においては、これまでの水準はおおむね GDP 比の 1% 弱で、2022年度予算は5兆4500億円だったんだけど、安倍晋三元首相は23日の自民党会合において、5年間で NATO 並みに増やすことを念頭に置き、2023年度の防衛費は6兆円台後半とするのが適当であろうとの見方を示しているよ。自民党の副案では、今後5年間で2022年度防衛費の5兆4000億円を毎年段階的に増やし、最終的には10兆円台に乗せることを目指しているとされ、有権者もまた、ロシアによるウクライナ侵略による安全保障上の懸念を受けて防衛費の増額には理解を示しているようだね。例えば産経新聞電子版が4月18日発信した、産経新聞社と FNN との合同世論調査で、防衛費増額について実施したアンケート結果によると、日本の防衛増額について質問に対し、大幅に増やすべきだとある程度増やすべきだの回答が合わせて 57.0% となり、今のままでいい 33.0% などを上回ったとされているんだ。防衛費が10兆円に増額されるとすれば、2022年の5兆4000億円にさらに5兆円が加えられることになるが、それをどのようなことに使うべきなのかということが議論を呼んでいるようだな。5兆という数字は庶民感覚から見ると、とてつもなく大きな金額で全く見当がつかないよね。軍事費としては、例えば、アメリカ海軍の新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級の、1番艦ジェラルド・アール・フォードと建造中の2番艦ジョン・F・ケネディに、計画中の3番艦エンタープライズの3隻を合わせた、すべての設計開発費と建造費の総額が430億円約4兆8000億円とされているよ。しかし、このことを比喩に挙げて5兆円など大した金額ではないと、デイリー新潮がその記事の中で主張しているんだけど、原子力空母3隻建造する金額が大した金額でないとする感覚がおかしいんだよね。デイリー新潮の記者は、5兆円など3隻の空母で簡単に吹っ飛ぶことがわかる。まして空母だけ建艦しても意味がない。艦載機である F-35 は、1機あたり約127億円と言われる。これを何十機も用意しなければならないと書いているんだけど、そもそも海上自衛隊がいきなりジェラルド・アール・フォード級の原子力空母を建造するわけがなく、5兆円という規模の予算の比喩にこれを当てはめる発想は、あまりに突飛な話じゃないかな。冷静に考えれば2022年度に5兆4000億で現状の自衛隊を賄ってきたのであり、その中には海上自衛隊であれば出雲型護衛艦出雲加賀の空母化改修や新型 FFM 最上型2隻、新型通常動力型潜水艦太平型1隻、P1 哨戒機3機などの建造費他で1兆4092億円、航空自衛隊では F35 ライトニング2の通常離着陸型である、A 型8機779億円と垂直短距離離着陸機型の B 型4機521億円の合わせて1300億円が含まれているよ。これだけ見ても5兆円の予算増額が、どれほど国防に貢献することになるかということがわかるよね。デイリー新潮の記事ではさらに、匿名の軍事ジャーナリストの話として、5兆円の使い道としていくつかの案を挙げていて、それは空中給油機と早期警戒機の増強、攻撃型無人航空機 MQ-9 リーパーの採用、そして対地巡航ミサイルトマホークの配備とされているよ。航空自衛隊の空中給油機は現在 KC-767 を4機運用しているんだけど、これに KC-46A を加えることになっていて、2024年後まで20機体制の計画なんだけど、これと早期警戒管制機 AWACS を増強するとの意見にはインターネット上でも賛成する声が多いみたい。航空自衛隊戦闘機が日本上空の航空優勢を維持するためには、着陸して補給することなく長時間空中で警戒することが必要であり、ミサイルなどの兵装は補給できなくとも、燃料だけでも給油する意味はあるぜ。また、攻撃型無人航空機の MQ リーパーの採用は、航空自衛隊パイロットの損失を防ぐ意味で有効だろうね。そして巡航ミサイルトマホークの配備については賛否両論があるんだけど、
トマホークは1発が143万ドル約1億8600万円で、1000発購入しても2000億円でお釣りが来るんだ。海上自衛隊の護衛艦にも搭載されているマーク41垂直発射システム VLS から発射可能で、潜水艦の魚雷発射艦からも水中発射が可能であるため、導入してすぐに運用することが可能となっているよ。防衛省では現在、陸上自衛隊が運用している一蓋式地対艦誘導弾の射程延伸開発を進めていて、将来的に 2500km まで延伸する計画なんだけど、この国産トマホークとも言える長射程ミサイルは地上発射型のみならず、艦上発射型と航空発射型も開発が進められることになっていて、実用化にはまだ時間を要するため、それまでのつなぎとしてトマホークを採用することで、中国、ロシア、そして特に北朝鮮への抑止力として有効であると見られているね。そして、デイリー新潮の記事に登場した軍事ジャーナリストは、陸上自衛隊の戦車について触れ、自衛隊では第2世代戦車の74式戦車、第3世代戦車の90式戦車、第 3.5 世代の10式戦車が稼働していて、防衛省は74式を10式に置き換える方針をとっているが、戦車の数が減らされているという問題があるとして、この先本州方面では戦車が実質例題となることを問題として指摘しているよ。さらに10式戦車の開発より、優秀として高い評価を得ている90式戦車を改良した方が安上がりで早く実現できるとして、それをしないで10式戦車の開発を急いだのは、財務省が兵器の改良改修に理解を示さなかったからだと指摘しているんだけど、これは10式戦車開発の経緯について勉強不足と捉えられても仕方ないね。10式戦車に搭載されている C4I システムは戦場に配備された戦車がネットワークでつながり、1台の10式が敵を発見すれば、他の戦車も敵の情報を共有することが可能となるシステムで、さらには海上自衛隊の MOF システムなどとも相互運用が可能で、最終的には陸上海上航空3自衛隊の統合運用を見据えたシステムなんだ。90式戦車の後継戦車の開発においては、日本を防衛するための能力を将来にわたって維持する必要があり、将来戦に対応できる機能性能を有することが条件とされ、この C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷に加え、火力防護力機動力の向上、全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたよ。この際に現有戦車の改修や諸外国の戦車導入も検討されたんだけど、まず現有の74式戦車及び90式戦車を改修することに決定した場合、C4I システムを搭載するには戦車内部にスペースが足りず、さらにこれら消費電力が大きい電子機器への給電能力においても不足しており、その設計が古いことからも将来戦に求められる総合性能が要求を満たさないと判断されたってわけ。また、諸外国の新鋭戦車を導入する場合には、外貨の流出問題に加えて、いずれの戦車も90式戦車より大型で重量が重い上、各国独自の C4I システムを陸上自衛隊の C4I システムに適合させるためには大規模改修が必要となり、さらなる費用と時間がかかることから導入を見合わせられたらしいぜ。本州の戦車配備ゼロ問題については、105mm ライフル砲を搭載した装輪式の16式機動戦闘車が配備される予定であり、10式戦車と比べれば搭載砲の威力や装甲などにおいて若干劣るものの、機動性では10式戦車を上回り、日本の道路事情にはマッチした装備と言えるよね。日本に侵攻を企てるとすれば、現状ではロシアが想定されるんだけど、その目標となるのは極東ロシア軍の戦力から考えて北海道が限界であろうと見られ、10式戦車を北海道に重点配備して本州の防衛には16式機動戦闘車を当てる方針を支持する声は多くなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、トンネルについてだよ。みんなはトンネルを通るときに、何か気になることはなかった？あんまり通らないからわからないけど、照明が白いところとオレンジのライトがついているところがあるくらいかな。あ、それは俺も思ったぜ。あれってなんでなんだ？白かオレンジかはっきりしてほしいぜ。さすが二人とも雑学の知識がついてきたんじゃないの。今日はそこを解説していこうと思ったんだよ。それじゃ解説していくよ。昔は排ガス規制がそれほど厳しくなかったから、トンネルの中は煙で充満していたため、煙の中でも見えやすいオレンジ色で、なおかつ効率がいいナトリウムランプが使われていたんだ。でもその後排ガス規制によって煙の量が減り見通しも良くなったことと、効率の良い光源イコール LED ランプが開発されたことにより、白いランプが普及されていったんだよ。新しいトンネルについてはほぼ LED ランプに切り替わっているそうなんだ。そういうことだったんだ。
ってことは最近のトンネルか昔のトンネルか、ランプを見ればわかるってわけだね。そうだね。みんなもトンネルを通る際にランプを見てみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。